こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も入れながら大相撲の世界を伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日の質問は山口県の30代の男性からです、はい、ありがとうございます。先日部屋の間取りのお話がありましたが、上は親方のお家になっているのでしたね、うん、親方のお家を訪問するようなことはあるんでしょうかという質問なんですけどもね、うん、まあ、親方が上に住まれてるっていうことだったんですけども、うん、そうですね、はい、まあ、やはりそこは親方のプライベートな空間なんで、もう全然あの家ですからね、おかみさんと子供さんと、うん、はい、それがうちの家は3階にあったんです。訪問っていうかね、親方が本場所中に国技館に行きますよね、はい、で帰ってきたら我々が順番に3階に上がって、親方が応接室に座ってるところに一人ずつ、はい、お疲れさんでございますとか言ってね、はい、挨拶にこう入れ替わり立ち替わり、玄関で迎えたりはしないんですか。はないですね。例えば本場所中に一番最後の親方が帰ってくるとすれば、うん、まあ、親方もうすぐ帰ってくる時間やなと思ったら、夏だったら浴衣、冬だったら着物を着て準備してね、はいはい、マネージャーなりが親方帰ってきましたよって言ったら、はい、みんなこうゾロゾロと3階に上がっていってね。それは番付順に上がるとか決まってるんですか。いや、もう最初はね、はい、関取が行くんですけども、うん、まあ、そこからはもう関係なしに、うん、でもどうやろうね、兄弟子とか幕下とかが先にするんかな。一緒にいたら兄弟子や番付の上の人が先に行ってくださいっていう感じですかね。そうですね。そしたら親方の付け人として一緒に帰ってきてる力士もいますよね。はいはい、その人はあ、行きますよ。親方がトントントンって上がった後に上がって挨拶して。そうなんですね、うん、で逆のパターンもありますよね、はい、親方が一番最初の審判をした時には、はい、もう早めに帰ってきますよね、うん、その時には親方よりも遅く帰ってきたら上に上がって親方のところに挨拶に行きます、うん、そしたら親方が在宅されてる時には帰ってきたら挨拶に行く。そして親方が後で帰ってこられた時にはみんなが上がっていくっていう、うんうん、そうですね、うんうん、あ、そうなんですか。でジャージで着てたりしてもその時には必ず着物を着て、もちろん、もちろんそうです、もちろんそうです、うん、まあ、今本場所中の挨拶を例に挙げたんですけども、うん、別に本場所中じゃなくてもね、はい、例えば本場所が終わりました、はい、大体5日から1週間、うん、稽古がないんで、はい、その期間も親方が起きるとね、はい、まあ、その時のマネージャーが親方起きられましたよとか言ったら、はいはいはい、みんなが浴衣ないし着物着て、おはようございますって言って、いうことは1日1回は必ず上に上がって親方の前で挨拶するとか、ね、そうですね、まあ、親方もこうその日の都合、お客さんとかもあるんで、うん、出かけたりする時には、うん、マネージャーが、はい、今日は挨拶なしでいいですとか言って、あ、そういう日もある、ある、ある。でも相撲部屋いうのはどこでもそういうふうに毎日挨拶するんですか。まあ、大体ね、はい、挨拶するっていうのはどの部屋でもやってるんですけど、はい、その頻度、はい、例えばもう休み中はもう挨拶はもうその期間中はないよっていう部屋もあるんではないでしょうかね、はいはい、でもうちの部屋は東京であれ、うん、地方場所であれ、うん、親方が屋根の下に一緒にいる時には挨拶に行きます、うんうん、地方場所の場合はね、おかみさんが千秋楽パーティーに来られるんで、はい、ちょっと部屋から離れたところで、はい、ホテルとか泊まっている時には朝いないんで、はいはい、挨拶なしで。それもね、ちょっと私らがいる頃は緊張しててね、はい、例えばもうおかみさんと講演会の方とどっか行くからいいよっていうこともあれば、うん、マネージャーは朝から親方を迎えに行ったりしてするんですよ、うん、その時に我々がマネージャーにね、うん、親方帰ってくるのって聞くんですよ、はいはい、で、うん、多分こっちに一回来ると思いますよって言ったら、それを待ってるんです。そしたら遊びにとか行こうと思ってても、うん、親方が一旦帰ってくるとなったらそれ終わってからしか出られない。そうですね、まあ、その前もってね、2、3日実家の方に帰ってきますっていうことを伝えて、外泊っていうこともありますけど、部屋でいる以上は挨拶が、ね、ありました。そしたら、まあ、勝手にちょっと彼女と外泊とかそういうことも、あ、親方別にね、挨拶来たのをこうやってメモして、はい、ま、待ってるわけじゃないけども、やっぱり心の中でそうやって言ってないことで、はい、挨拶に行かないことをしたら、うん、出かけていてとしても、はい、
気が気じゃない。あ、そう、うん、なのでやっぱりこう挨拶っていうのがなんかもう普通に身についてしてましたね。うん、でも親方も今日は松武蔵来てないなとか、あれ来たかなっていうようなこともあるんじゃないかと思うんですけど、ね、でもね、あるかもしれないけど、そういうことを しなかったから、はい、あるかないかも分かんない、来てないんじゃないかと思ったか思ってないかっていうのは、はい、もう他の力士もそうなんでしょうけど、行かない時がないから、じゃあ松武蔵さんとしては、はい、もうちょっとサボって行かなかったとか、ないね、遊びに行って行かなかったとかいうことは一回も15年間ないと思う。それはまた素晴らしいです、ね、全員がそうやと思います。武蔵川部屋はみんながそういう風な、うん、厳しい部屋だなっていう風に周りから、まあ、そういうね、厳しいというかもう、うん、我々が中にいた人間として普通にね、うん、してましたね。あ、そう、うん、だからあの関取武蔵丸さんでも、うん、毎回してました。あ、そうなんですね、はい、いやなかなか、でも他の部屋に聞くとね、そんな休みの日まで挨拶するのって言われたこともありますけどね、でもうちの部屋はするよって言って、うん、うん、やってましたね。あ、そうですね、うん、あとはね、親方の誕生日とか、うん、そういうイベントごとした時に、うん、飲めるやつ上に来て親方の部屋で一緒に飲むぞとか言われたり、で成人式の日は下でするんですけども、うん、ちょっと成人のやつは上に来て一緒に、うん、私がの成人式の日は、うん、江東区の武蔵川部屋の時に私成人式したんですけども、うん、親方の部屋にね成人、あの時4人おったんかな、はい、呼ばれてやりました。そういうちょっと特別な時には親方の応接間で応接間を訪れることもあるそうです、ね、ということなんですね、はい、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また登録お願いします。